僕はアレキサンダー。アレクサンドロス3世でもいいよ。もちろん、他の名前でもね。僕はいつでも行けるよ。君はどうかな？君がマスター、僕がサーヴァント。うん、わかってる。初めてじゃないしね。なんだい、マスター。くすぐったいよ。僕の体？ああ、うん、鍛えてるよ、結構ね。イリアス、どこかにない？面白いね、ここも、君も。誰かに使える感覚、実はよくわからないんだ。だから僕が君に抱くのは、友人みたいな感覚なんだ。大人の僕なら、そこは進化だ、というのかな。あ、先生！いたいた！今日もいろいろ教えてくれるよね。大きいな。大人の僕、ほんと大きい。それに、強そうだよね。うんうん。アキレウスだ！一目見ればわかるさ。ほら、だって。ああ、正真正銘、本物のアキレウス。なんて言って話しかければいいんだろう。緊張？ちょっと違うかな。興奮してるんだ、僕。だって、あのイリアスに記された伝説の勇者たちがいるんだよ。興奮しないはずがないさ。ん？僕に何か用？それとも、大人の方の僕に用かな？かわいい？うん、知ってる。かわいくてびっくり？ああ、なるほど。君は大人の僕のファンなんだね。へえ、君先生の弟子なんだ。じゃあ僕とは同門だ。ははっ、そういうことにしよう。その方が面白い。君、好きなものはある？僕にはたくさんあるよ。僕？僕は好きなものがたくさんあるんだ。嫌いなものより好きなものの方が多いかな。本もそうだし、馬も好きだ。ギリシャも好き。海も好きさ。君は嫌いなものってある？僕、嫌いなものはあまりないんだ。本当だよ。今はね。聖杯か。この姿の僕は、それほど求めてはいないんだけどね。僕も行ってみたいな。ほら、今何かが起きてるだろう？マスターのあるサーヴァントとしての限界は、これが初めてじゃないよ。うん、前にもあるんだ。聖杯戦争に関わるのも、うん、初めてじゃない。これで何回目になるのかな？2回？ああ、3回。どうだったかな？ごめんね、マスター。頭では分かってても、どうしても、マスターに仕える気持ちだけは生まれない。君のことは好きだよ。でもね。僕は王。うん。王になる僕の若かりし形。王は誰にも仕えない。だから君とは、そうだな。君には進化っていうよりも、先生になってほしいかな。それが僕の本音。マスターとサーヴァントじゃなくてね。誕生日、おめでとう。お祝いの宴、華やかにやるべきだね。いい感じ！ありがとう、マスター！これを続けるとどうなるのかな？
全盛期ってわけじゃないんだけど、これすごくいいよマスター。行け、ブケファラス。我が蹂躙はここから始まる。行くよ、ブケファラス。蹂躙を始めようじゃないか。経験豊富なはずなのに、新鮮な気分ってのは不思議だね。なるべく長く戦いたいな。勉強になるもの。さてと、行くよ。こういう時はこうかな。いざ参らん。わかった。行こう。いざ、今が勝機かな。あ、僕もそう思ってたんだ。やっはせい。あはははは、たー、こんな感じかな。好きだらけだよ、君。はあ、ゼウスよ。いずれ彼方へ至るため、ブケファラス。いずれ彼方へ至るため、今こそここに一歩を刻まん、ブケファラス。暗雲よ、イカズチよ、父よ、見るがいい、ブケファラス。ああ、すごいな、すごいよ。あいったた。この姿じゃ、これがいいところかな。悔しいな、思ってたより。参ったな、うん、参った。アリストテレス先生の言う通りだったな。面白かった。君、悪くなかったよ。時の声にはまだ早いかな。あ、今僕成長した。今が勝機かな。あ、僕もそう思ってたんだ。行こう。いざ。
いずれ彼方へ至るため、今こそここに一歩を刻む。ブケフォラ、行こう。いざ。わかった。こんな感じかな。隙だらけだよ君。さてと、行くよ。こういう時はこうかな。いざ参らん。暗雲よ、イカズチよ、父よ、見るがいい。ブケフォラ、面白かった。君、悪くなかったよ。